県安文学は、中国語漢末期の県安年間、実質的な最高権力者となっていた創始一族の、曹操を擁護者として、多くの優れた文人たちによって築き上げられた、五古都市、学府を中心とする詩文学。それまで、文学の中心とされていた、自負に代わり、五古都市、学府と呼ばれる歌謡を文学形式へと昇華させ、儒家的、霊学的な方にとらわれない。 自由活発な文章を生み出した。劇場的で反骨に富んだ力強い作風のものも多く、戦乱の悲劇から生じた不遇や悲哀社会や民衆の混乱に対する思い、未来への不安等をより強く表現した作品が数多く残されている。5今年には、古紙十九種と称される一軍の作品がある。古紙十九紙は前巻頃に制作されたと推定されている。 男女別離の情を歌う者、苦難の生活への恩憤、刹那的快楽の心情を歌う作品などが収められており、元は民間の歌謡であったものが文人によって表現を整えられた形として残されている。五巻末になると中央政府の実験はすでに曹操へ移った。曹操の元に集まったのが、検案七子と呼ばれる文学者たちである。七子は、こういう、賃貧、 女通、王さん、王、竜美希、玄浦を総称している。また、儀のとの行に集まっていたので、行下の七子とも称されている。それに加えて、県安文学の擁護者であり、一流の詩人でもあった宗子一族の宗宗、宗比、宗植の三人を同列とし、県安の三宗七子と呼称することもある。県安の七子が、宮廷において、 全員揃って使えていた期間はわずか数年しかない。検案十三年に公勇は曹操に対し嘲笑する。筆を振ったため、不幸の罪で殺されている。検案十七年に、玄武が亡くなる。剣安案十二年にクレとの戦いの陣中に王さんが没する。同年に女強し、ジョツヨシ、チンリン、王、リュウミキが一度に用去る。また、シゲキン、ミチイキ、カン、王、 再演、クレシツといった著名文学者たちも、この県案文学に携わり、大きく貢献した文断の一員であるとされている。その後、義唄は、県案隊から静子隊へと移り、義末から新発にかけて、竹林の七県が現れる。原石、蛍光、山、等流霊、玄美な、向井周、大エビスを指す。五感の乱世の中儒教に不信を抱き、 生断が行われた。ありがとうございます。